こんばんは、岩田津です、えー。今日取り上げてみたいニュースはですね、こちら。これは文化破壊ではというふうに書きました。これニュースではなくてですね、まあ私の,あの感想なんですけれども、昨日も取り上げさせていただいたですね、今回の緊急事態宣言下におけるですね、えー、いろんな休業要請というものなんですけれども、もうこれはね、ちょっとある種の文化破壊につながってるんじゃないかというふうに思って、これをですね、まず朝日新聞の記事をですね、ちょっとご紹介させていただきます。 文化施設、休業すべきか、協力金2万円、講談のつもりかというこタイトルなんですけど、ちょっと読んでみますね。休業すべきか、継続すべきか。3度目となる緊急事態宣言の適用前日の24日、映画館や劇場、美術館などの文化施設は、東京都による休業要請などの対応に追われた。まあこれ大変だったですね、本当にね。 で、えー、休業要請の対象となった東方シネマズ。まあ、これ映画館ですよね。東方シネマズ。えー、松竹マル、マルチプレックスシアターズ。T-Joy. イオンシネマ。T-Joy って僕言ったことないですね。など大手のですね、映画館ですね。25日から営業休止を発表ということで、映画館団体の全国のですね、え、この、 全公連っていうんですかね。全国工業生活衛生同業組合連合会。まあ、長くてちょっと覚えられないんですけれども。まあ、要するにこの映画館の組合だというふうに思えばいいですね。業界団体だというふうに思えばいいですね。が政府に対してですね、えー、座席数の制限や時短営業などの対策を取って営業を続けられるように陳情書を提出していたが認められなかったということなんですね。映画は曲がりならんと。 まあ、こういうことですね。えー、これでですね、映画の会社の幹部はですね、感染拡大を止めなければならないので仕方ない部分はあるとしつつも、東京の映画館が休業すれば、 えー、観客は神奈川や千葉、埼玉の映画館に見に行くことになる。これでどうして人流、人の流れの抑制につながるのかと効果に疑問を呈するということですが。まあ、これは本当その通りですよね。だって別に東京で映画見たいわけじゃなくて、あの、本当に映画見たかったらそれ行っちゃいますよね。その、神奈川だとかね。えー、横浜なんて行きやすいと思いますけどね。 で、そうやって考えてみると、全部一斉に止めなければですね、意味ないんじゃないかと、こういう、こういう疑問の声も上がる。これ当然かもしれない。でもそもそもですね、本当に映画館で、その映るんですかね、映画館の時、まあ、まあ私が見る映画館 かもしれないですけど、私は基本的に黙って見てますけどね、ギャーとかね、騒いでる人ってあんまり見たことないんです。なんか怖い映画とか見るとそうなるんですかね。僕、あの、怖い映画見ないんで分からないんですけど、ね、ホラーとかね、あの、なんていうんですか、ゾンビが出てくるとか、ああいうのはですね、まあ私は基本的に嫌いなんですよ。こんな嘘やんというふうに思ってしまう。怖いって言ったらゾンビより怖いのは、 人間ですよね。私からしたらですね、ゾンビより小池都知事の方がずっと怖く感じますけどねど。どうですかね。ゾンビなんか可愛いもんだというふうに思いますけど。まあ、これ分からないですね。人による。だけど、それを見た瞬間に、まあ、全員が全員で、ギャーとか、ウーとかなんか大騒ぎしてたらね、あの、確かに危ないっていうの分かりますけど、私なんかが見てる映画はですね、基本的に静かに、ほとんど声もないですよね。静かに。 見てる映画が多いですねえ。例えばですね、運び屋とか見に行った時もですね、全然大騒ぎしてる人なんかいなかったですね。まあ、そんなに映画館に行って映画見るってことないんですけれども、でも、そうですね、赤い闇ってウクライナ危機のやった時も見に行きましたけど、これも全然そんななかったですね。僕たちは希望という名の列車に乗った。これもね、全然騒いでなかった。静かに皆さん見てますよ。 で、これね、静かに映画をね、見ると。で、まあ、今、今の場合なんか観客一席ずつ空いたりしてますよね。で、も、まあ、そういう対策を取るというのをやってたらですね。で、しかも、熱も測ってるわけでしょあれ、あの、入り口で。それをね、やめろというふうに言ったら、どうなんだろう。で、私がね、何回も言ってるのはですね、こういうことをですね、一回潰れちゃったら二度とそこはですね、復興するのはすごい難しいことなんですよ。あの、 そう簡単に考えてもらっちゃ困るわけです。人の雇用もあるし、で、そこの、うん、いろんなことがあって生活もあるわけですよね。そういった中で映画館っていうのがあるんだけど、それがね、もし本当になくなっちゃったら、街に映画館なくなったらですね、なかなか大変なことになるよ、というふうに私は思います。で、一方でですね、1000平方メートル以下の商業施設で休業の協力依頼の対象となったミニシアターの一部は営業継続を決断したということなんですね。ちっちゃい方を得するっていうことなんですよね、これはね、今回は。それもなんかまた、 どうなのかなというふうに思われますけど、皆さんどう思われますかさらにですね、東京渋谷のユーロスペースというお、まあ、映画館なんですかね、支配人の方はですね、大型連休前に突然で心の準備もできていなかったと。もうそうですね、本当に突然でした。で、休業せずに25日から座席数を半数にして継続する予定。 で、この、この後のね、言葉がね、あの、私はね、心に響きましたね。判断するにも協力という曖昧な形のしんどさがある。なおかつ協力主義金として1日2万円と、香典のつもりかと。お香典ってあの、お葬式のね、え時のね、まあでも、まあ、本当にね、だから要するに、あの、休業して、もう会社もなくなっちゃいましたと。 でもこれはお香典ですよと、1日に2万円ずつというね、本当に舐めとんのかということだというふうに思うんですよね。特にね、映、え、画、ー、なんてその、えー、土地がね、高いところでやったらその2万円以上絶対持たないですよね。しかも働いてる方もいらっしゃるわけですよ。2万円でどうやって持てっていうんだと。いうふうふに、これ無茶苦茶の話だと私は思いますね、えー。渋谷はですね、このシアターイメージフォーラムも営業を続けるということなんですが、昨年の休館の後、お客さんがなかなか戻らず、かなりのダメージを身をもって感じた。 普段の環境の中に映画や文化があることを絶やさないようにしたい。素晴らしい。やっぱりですね、映画とか、これ文化だっていうことなんですよ、映画だって。映画ってね、一つの作品、あの、作るの大変なことじゃないですか。で、それをね、やっぱりみんなで共有できるっていうのは、私はね、これ、偉大な文化だ、の一つだと思うんですけれども、そういったものをね、いいんだと。今、アマゾンのプライムで見ればいいんだよ、と。なら、映画館なんか行かなくたってっていうのもあるかもしれないけど、やっぱ大きいところでですね、見たいというのは、これをね、なんかお前のその個人的な欲望 うううううだろととかなんかないいいにに言われたらそこまままでりすすあ思ね同じくですここが面白いのはですね継続を決断したのは都内の4つの要請だと25日以降も客数の転移を半数以下に減らして通常通りやるとなぜ続けるのかという理由についてですね都からのですね無観客開催の要請文に社会生活の維持に必要なものを除くとの記載があると。 落語や漫才などの大衆語楽である寄せは必要なものに該当すると判断したということなんですね。まあこれはね、本当にあの、解釈の仕様によりますよね。だって、社会生活の維持に必要なものっていうのは、ここね、動物的なね、生存に必要なものとは書いてないんですよ。人間だから社会を営むわけですよね。で、人間社会にとって生活の維持に必要なもの、 を除くと、いうふうに言ってるんですから、だからやっぱり人間らしく生きたいというふうに思ってる。でも、これね、もう解釈の仕様によりますけどね、社会生活の維持に必要なものって、皆さんどんなものありますか私だったらですね、社会生活の維持に必要なものって、やっぱりまずね、えー、本屋ですよ。で、本屋。人間だから本読みますからね。で、それから、えー、バー。バーニクと、ああいうのある。で、それからですね、あの、ワインも飲みたいと。ああ、これ、ワイン。 家で飲んだろというふうに言われるかもしれないけれども、うん、やっぱりね、私は、これ分からないですよ。で、分からないんですけど、私が悪いと言われ、それをまだ嫌なのかもしれないけれども、ワインをね、あ、今日は気分がいいからの、ワイン飲もうと、いうふうに思った時にですね、家で飲めと言われてもね、私ワインの面があると、そんな知らないですよ。だから、どれが美味しいワインなのか、どれが料理に合うのか分からない。だから、プロフェッショナルに聞かなくちゃいけない、というふうに思ってですね、えー、教えてほしいな、と。でどの、この料理と合うのはどれですかという、こういう、 まさに私にとってはこれは人間的なやりとりで社会生活そのものなんですけれども、それまで否定されるということ何もね、そこでね、大騒ぎするわけじゃないんですよ。この乾杯してですね、少人数で行って飲むという、これのね、どこにね、なんかあの悪いことがあるのかなというふうなことをですね、疑問に私は感じてしまいます。で、一方ですね、この演劇やコンサートなどを上演する国公立や民間の大型劇場の多くは宣言期間中の 休館や公演中止だということなんですね。まあこれね、大変ですね。えー、アニーというですね、ミュージカルが、昨年度は公演が中止だった。2年ぶりに上演だというふうになったけれども、初日の2公演だけで中止になっちゃったということなんですよ、ね。これ大変でしょう。同劇場のオペラ公演、ルチアっていうのと演劇公演、キラレのセンターですかね、は終演となったということなんですね。まあこれはね、本当に、 大丈夫なのかなという気がします。ここ、この、この人たちの生活ってのは守られるんでしょうかねこの出演されてる方々のね。そういうことはやっぱ本当に私はね、あの、心配になります。ライブや音楽フェスの中止延期も相次いで決まった。無観客でやれなんてシャレにならないと。いきなり配信が簡単にできるとでも思ってるのか。 というね、えー、ことも本当その通りですね。配信するのすっごい大変ですもんね。音が聞こえないとかですね。私も YouTube やるようになってからね、配信する方の大変さね、よくわかるようになりましたよ。一生懸命喋ってもですね、なんか音が聞こえないとかね、なんか言って、ひどすぎるとかね、なんか言って、音が聞こえない、ひどすぎるって、こういうふうにね、怒られると、ああいうのね、結構ありましたよね。話にならないとかですね。なんでそこまで言われにはいかんのだというような気もね、するんですけど、もそういうこと言う人いっぱいおるわけですよ。 でそうやって考えてみると、これも大変ですね。で、美術館も休館になるということですね。で、ね、本音ではね、えーえー、港区の会社員の方はですね、ウイルスの変異株は感染力が強いから休業要請で、今までとは違う危機感を示さないといけないのかも。ただ、本音では、人数を制限しても文化施設は開けてほしいと願う。長い大田連休にずっと家にいなくちゃいけないなんて、ということですね。で、さらにですね、えー、本屋。 はですね、えー、入居する商業施設などの休館に伴い、25日後の休業を決める動き。一方、木の国や書店新宿本店、三省堂神保町本店は当面は営業、営業継続の判断をした。もうこれはね、私は立派だと思いますよ。いいと思いますよ。だって、そりゃそうでしょこの、先ほどのね、えー、例で言うと、社会生活の維持に必要ですよ。やっぱり本を読むということ。えー、本を買ってきて、えー、読んで。 で、特にですね、もう、私みたいに、あの、本をね、読むのが面白いので、あの、こう、まあ、マニアックにいろんなものを読んでる人っていうのはですね、まあ、自分の読みたい本、Amazon でパッと買うこともできますけど、でも、あんまり本って読んだことない人なんていうのはですね、本屋さんに行ってみて、あ、これ面白そうだなと思って手に取ったものを買う。 これ僕いいことだと思うんですよ。なかなか Amazon でね、その、なんか、パッと買って、それが面白い確率なんてわかんないですよね。開いてみてね。想定が綺麗だな、とかね。あ、この人の名前聞いたことあるな、とかね。で、想定綺麗でちょっと見てみようあ読みやすそうだな、買ってみようとかね。こういう本の本当の出会いっていうのはですね、あ、本当人との出会いっていうのはですね、これはやっぱり本屋でやっぱあるんですよ、これは。 そうやって考えてみると、本屋さんで本を買うっていうのはね、まさに人間らしいことだと私は思いますから、ぜひね、この本屋さんをね、継続してほしいと思います。誰もね、本屋でね、そんな大騒ぎしてる人いませんから。だってマスクしてね。だって、ほんとおかしいと思いませんマスクして、満員電車乗ってる人がい,いるのに、それは止めないでですよ。マスクして静かに本探してね。しかも、そんなぎゅ,うぎゅうじゃないですよ、その本屋さんね。で、そこでね、 これはやめろなんてね。もうこれ本当に文化破壊をしてるとしか私には見えないですね。な、なんでそう思うんだうと。じゃあね、全部の会社もね、全部止めてしまえと、ういうふうに思いますよね。で、もう、そうするとね、自衛隊も警察も全部やめるんか。そんなことで会が回るわけないだろうと、いうふうにね、思いますけどね。だからやっぱりね、この言ってるね、ことがね、むちゃくちゃなんだと、私は思いますよ。で 本屋さんに行ってですね、大騒ぎしながらですね、本選んでる人って見たことありますか僕はないですよ。あの、人生で一回もないですね、本屋で大騒ぎしてる人っていうのは。あの素晴らしいとかね、なんか言って、絶叫しながら走り回りながら、みんなに素晴らしいとか言ってる人とかですね、最低だよとかね、大騒ぎして、他の人が買おうとしてるの、これ買っちゃいけないとかね、なんか大騒ぎして、議論が沸き起こってね、でも飛沫がすごいと。 見たことないですよ。カラオケでね、あの、やめる、やめてほしいってのは、これなんとなくわかりますよね。カラオケやっぱり飛沫があるから、で、しかも狭い部屋でね、やってるから、これやめてほしいってのは、まだわかるけど、本屋さんをね、そんな風にね、見てるってことは、小池百合子さんってのは、 本屋とか行ったことないんじゃなかろうかというふうに思いますね。本とか読む人間のことをですね、こうなんか敵ししてるんですかね。そうするとこれはカンボジアのポルポト政権並みですよね。もう何本なんか読んでるんだと。お前は何本を読むインテリ海峡だな。廃止刑みたいな感じ。本当にそうやってポルポト革命ってのは、あの、カンボジアでね、あの、殺されてた。メガネかけてもあのダメだったんですよ。メガネをかけてるのをもうあの、旧世界の、ね、毒にね、あの、とっぷりと使っておると。 いうことは本なんか何も読まないね。子供たちだけが素晴らしいと言って、子供たちに親殺させたりですね、とんでもない文化破壊したわけです、ポルポトっていうのはね。か私はね、こう本を読んじゃいけないとかね、どういうこと考えるとね、これ自由に考えちゃいけないってことなんじゃないかというふうに思えてきますよね。本を読んで自由に考える。それをね、禁止する国家ってのはやっぱおかしいというふうに思いますよ。自由の敵だというふうに思います。で私はね、今回の コロナっていうのは非常に難しい問題だというふうに思うんですよ。これはね、ある意味で自由社会が試されてるんですよ。自分たちの自由っていうものを全部は行使できないよという状態になった時にで、一番効率がいいのはどうするかって言ったらですね、コロナ対策だけのことを考えて、一番効率がいいのは中国みたいにですね、もう強権的に人々の自由なんか一切無視するというやり方の、まあ全体主義国家になればですね、それはあの効率を第一にできる。でも、 自由社会が大事にしてしなくちゃいけないものっていうのはですね、効率だけじゃないんですよ。いや個人のですね、愚行愚かなことまでやる権利まで含めてね、やらなくちゃいけなくなってくるわけです。で、それがね、今はまだですね、あれでしょお店でお酒飲んじゃいけないというふうなことを強制してるわけですね。でももう、僕はここは、まず大工危ないなというふうに、大騒ぎしないでくださいっていうふうにお店の方でね、言ってるっていう。これはわかりますよ。だけど、お店のお願いじゃなくて、もう権力がね、行使して、 あの、ここで、あの、飲み食いしてはならんと、お店にですよ、ああいうふうに言って。さらに今度はですね、なんか、外でね、あの、公園とか、なんかそういったと、路上ですかで、飲んでる、これにもね、今度はなんか、ケチをつけ始めてるわけじゃないですか。でもね、風のね、あるところで、で、その、なんか、飲んでてね、そんなに、でも飛沫は同じだって言うんだらね、じゃあ今度は逆に、静かに飲んでるバーはいいじゃないかとかっていう話になるんですけど、とにかく何でも禁止にする方向に行く。でもね、これでね、 もし路上で飲むのもね、次禁止だというふうに言ってね、またなんかあの、警察みたいなのがですね、ゾロ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 言って、あの人はそこでなんかやってましたとなんというね、えー、ことをやって、やるようになって、こう、超監視社会になったら、次はどうするかって言ったらね、次はもうね、家で飲んでるのがけしからんと、ああいうふうになって、家で映るんだからね、家でね、あの、飲んでないだろうかとかね、家の中でもマスクしてないかとかね、もうね、犯人探しを個人の自由をね、どん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 縮小する方向にね、進んでいって、せめて家の中だけではね、そのように許してくれよと。 でもあったでしょうなんかね、私ね、覚えてますけど、確かね、小池さんだと思いましたけど、家の中でのね、喫煙にもね、なんか、あの、ケチつけると。私はタバコ吸わないから、そんなのタバコ吸う人の気持ちはあまりわからないけど、個人の家の中の問題までですね、介入してくるっていうのは、これはね、全体主義だと私は思います。皆さんご存知ですか 世界で初めてですね、禁煙運動っていうのをね,こうね、一生懸命取り組んだ政権というのはね、どこかご存知ですが、これナチスドイツなんですよ。ナチスドイツのおかげでね、そのガンが減ったというね、こともね、出てるんです。でもね、それはね、個人の自由を圧倒的に減らして、こあなたのね、体はあなたのものじゃないと。 それは相当のものなんだと。いうこういう理屈なんですよ。要するに、自分のものじゃないと。国家のものなんだって。体一つもね。それをね、勝手に個人の愚かな権利でね、え愚かな行動で、なんか壊すんじゃないと。いうことです。でもね、なんかこういうふうになってくると私は怖いなというふうに思いますね。だからなんか私はね、なんか行政がなんか個人のね、と,ところにやたら介入してくるの嫌いなんですよ。昔ね、こんな話ありましたよ。長野県は、 今、寿命秒長いのかな長くなったんですけど、それまでね、長くなかったと。そこまで長くなかったんですね。で、なんでかって言ったらですね、長野県の方は、塩分をいっぱい取ると。まあ、野沢菜とかね、なんかいろいろ。で、味噌汁の濃い、濃さはもう濃いということでね、なんかこれをね、あの、変えるっていう運動をして、で、減塩運動をやって、その結果ね、 あの、長生きできるようになったということをあったんですけど、ま、どこまでね、それ運動が過激に取り組まれたものなのかは私は知りませんけど、その長野県ウォッチャーでもなければですね、わかりませんけれども、いいんですよ。あ、こうやって長生きできますよっていうふうに言われて、へえ、じゃあうちちょっと塩分をね、少なめにしようって、これ自分で思う、これを否定するのはおかしな話で、それはいいんです。ところがね、もう自分はこれで、もう生活ずっとね、例えば50年なら50年これで生きてきたから、別にね、いいんだと。味噌汁ぐらいね、自分の好きな、 小さのものをね、飲ませてほしいっていう人がいたって、いいじゃないですか。それをね、国家がね、なんか、例えばですよ、なんか塩分を測るね、機械かなんかを持ってきてですよ、人のうちに来てですね、ピンポーンってやってね、で、ガチャッとった味噌汁飲んでますね、みたいな感じで、えはい、とかなんか言ったらですね、もう土足で入ってってですよ、で、チェックみたいなことをやって、 高すぎるとか言ってですね、濃度が高すぎるんだよ、お前はとか言ってね。で、こんなの、ね、飲んでたらね、長生きできないですよとかって言われて、すいませんでしたみたいな感じでね、謝る。なんで長生きできないですよと怒られなくちゃいけないんだと思いませんか,だから国家っていうものはね、科学的に最もいいと言ったものをですね、国民に強制してくるってのは、私はね、これ良くないというふうに思うある程度個人のね、愚行愚かなことをね、する権利まで含めて、 自由っていうのがあっていいと、いうふうに思ってるんですよ。そういう自由をね、あまりに抹殺しようとする社会はね、私はね、行き過ぎた監視社会になって全体主義に、えー、結びつくというふうに思ってますから、そういうのはね、良くないというふうに思います。で、私はこの、本屋さん、ぜひやっていただきたい。寄せもね、やってると。素晴らしいことじゃないですか。応援したいというふうに思います。これね、やっぱり寄せ行きたいという人はね、別にね、半,半分でもやってるんですから。 そう言って応援するということはね、私は人間らしい応援の仕方だというふうに思いますよ。家の中でね、ずーっとね、閉じこもってね、ずーっとね、やってるっていうのがね、素晴らしいことだというふうに私は思いませんね。だからもうそれは個人の責任でね、自分の責任の範囲で、もちろんマスクをつけたり、人に迷惑かけたりしないようにね、やっていくということは、全然悪いことじゃないという、ね。 こんなにね、過剰なまでにですね、なんか、こう、相互監視社会を作り上げてですね、本当にまさにね、ポルポト政権化みたいなね、ええ、ことまでやろうとしてる、文化破壊までやろうとしてるというふうに思うと、私はこの、やっぱりね、小池さんっていうのは、この人は絶対総理大臣になりたいと思ってると思うんですけれども、絶対にね、 あの、総理大臣なんかしちゃいけないというふうに思いますね。本当に東京都はですね、緊急事態をですね、宣言でここまでやる必要あったのか。これはね、歴史家がね、後に検証しなくちゃいけないことだと思いますよ。私ね、こ,これならわかるんですよ。緊急事態宣言で、もしこれでね、なんか効果が上がらなかったら私政治家辞めますと。もう辞めますと。そこまでの覚悟を示してね、やってるからまた国民も協力してほしいっていうふうにね、言われたらね、まだね、その覚悟はね、わかるけど。 またね、これでうまくいかなくても、次の犯人を探してきてねあ、その家で飲んでるからいけないんだとかね、これがいけないんだとかね、なんか言って、そっちをまた禁止してくると。こういうやり方していくような気がしてならないんですね。小池さんのやり方っていつもそうでしょ自分を被害者にして、で、誰か敵を作り上げてですね、例えば最初の時は石原慎太郎さんのことをですね、こうなんか作ってですね、なんかあの、豊洲の問題で大騒ぎしてたじゃないですか。いつもね、なんか誰かをね、こう敵にして、こう叩くポピュリズムなんですよね。 ねえまあ、そういうやり方っていうのはね、私はね、良くないと。ポピリズムってね往々にしてね、誰かを叩くっていうのは多いんですけど、そういうやり方は私は、あの、異性者としてですね、ふさわしいものではないというふうに思います、えー。今すぐですね、私はこの小池さんにはやめてほしいというふうに思ってますけどね。まあ、こんなこと言うのは私ぐらいしかいないのかもわかりませんけれども、本当にね、小池さんのおかげで、えー、この休業になったりですね、文化は破壊されたりしたっていうことはね、もしあったらね、あのー、 取り返しつかないんですよ、ということをね、申し上げたいというふうに思います。だから本当にね、何ていうのかな、このね、危機の時代に、小池さんがね、都知事になってるっていうことは日本にとって不幸なことなんじゃないのかな、というふうに私は思います。それはね、あなた、あまりにも小池さんのことを嫌いすぎでしょう、というふうに言われる方、いらっしゃるかもしれない。確かに小池より子、いいです、いいですっていう人も結構いるみたいですね。でもね、私はそう思いませんよ。私は、まあ、まさにですね、この、この政治をですね、眺めてきて、 この方のやり方っていうのは、ポピュ悪質なポピュリズムだと思うし、必ず敵を作ってね、なんかやって、吊るし上げていくっていうやり方でね。で、今度はね、どこか敵いないかなと。私は心配してるのに寄せとかがね、これは今回。 えー、半数でね、開くってなったら、ここがね、また激怒されてですね、ここを潰しにかかったりとかね、そういうね、あの、なんかね、こう、最高権力をね、手にして、こう、なんていうのかな、人をね、こう、いたぶるとういうことをやってるように見えるんでね、これはこれ気をつけていただきたいと思います。私はね、この彼女のですね、あの、横暴な権力の行使をね、もうこれ以上許しちゃいけないというふうに思ってますので、あの、ぜひね、あの、早めにですね、この、小池さんの暴走を止めた方がいいというふうに思います。彼女は本当に、 日本を思い、東京都民を思いというよりもね、自分自身の、その何ていうか、権力の階段をですね、登っていくことに興味があるようにしか私には見えないんですね。だからそれは見え方が他の人と違ったなら、それは仕方ないかもしれないけれども、私にはね、そういうふうに思えてならないです。まあ変な政治家ってのはいますよね。なんか、小泉慎次郎さんですかなんか、いきなり、なんか、なんか46%削減とか、46っていう数字がおぼろげながら見えてきた。 シルエットがあかかって、予言者なのか、この人はとかね。46っていきなり見えてきた。それをね、いきなり数字使うって、もうびっくりしたんだけれども、でもね、悪質こ,こっちはね、はっきり申し上げて、あの、言葉足らずで、まあ、申し訳ないけれども、まあ、この程度の政治家で終わってしまうだろうというふうに思いますね。やっぱりこれにね、日本の命運を託したいというふうには思えないだろうと思いますこう。あの、小泉さんにね。もうなんか、私も一時期ね、ちょっとはね、あ頑張ってほしいなというふうに、あの、 世代的にも近いんで、応援、応援までしてないですけど、あの、期待してた一人なんですけど、もうダメだなと、メッキが剥がれたなという感じがしますけれどもね。でも、それと比べてですね、小池さんの方がずっと老化でですね、私はこっちの方がね、政治家として怖い存在だというふうに思いますね。あの、ぼーっとね、夢見ながら46とか言ってるね。うんだけらね。でも、これをこっから方針にしちゃうっていうのは、これは恐ろしいですけどね。だから、あの、誰かが止めなくちゃいけないかこっちも。 だけど、特に根拠もなく46って言ってるんだらね、もうそのやめ、やめてくださいと、いうことで終わるけど、小池さんの場合はね、やめてなんて言ってもやむ、やむ人じゃないというふうに思いますので、まあ、ぜひね、皆さんも、今後のね、動きを注目していただきたいなというふうに思います。で、 ゴールデンウィークになりまして、えー、ゴールデンウィークまだなってないか、えー、ゴールデンウィークになると、でき、緊急事態宣言ということでね、今私が読んでる本をですね、お勧すすめしたいと思いますけど、これは前週なんですけど、梅崎春夫の前週なんですけど、講談社のお文庫の方がですね、今出てまして、で、それで、えー、ちょっとリンクはそっちを貼っておきますけど、それのですね、梅崎春夫の桜島とかね、日の果てっていうのがあって、原価っていうのがあるんですけど、これがね、非常にね、面白いですね。まあ、あの、なんていうのかな、面白いって でも、ゲラゲラ笑えるような作品では一つもないんですよ。戦争とは何かっていうことをね、考える、すごい重たい作品だから、まあ、家の中でね、一人で引き込もって読んでるにはちょっと良くないかもしれないけれども、まあ私なんかはですね、こういうの好きですね。戦争とは何か。で、この人はね、私から見たらね、政治的にはね、あの、天敵みたいなもんなんですよ。やっぱりね、 天皇陛下についてもですね、天皇制についてっていう文章を書いててね、すごい攻撃してて、私なんか皇室を尊敬する私からするとね、絶対愛入れないなというふうに思うんですけれども、この文章がね、やっぱすっごいうまいんですよ。あのー、これをね、読むとね、本当にね、あのー、なんていうのかな、私は柴竜太郎の文章が嫌いなんですけれども、柴竜太郎がね、漫画に見えると思いますよ。この、この文章をじっくりと味わってみると、うん これは漫画だなと。シワリ太郎の龍馬が行くっていうのは、これ漫画だなというふうにうだから大人の本ですね。あのね、そう、子供は読んじゃダメですよ。わからない。子供には。やっぱりね、あの、ある程度年齢がいって文章というもののね、これが味わい深さっていうのがわかるようになると、この桜島日の果て喧嘩の良さがわかるというふうに思いますね。どれもテーマは戦争です。で 単純な戦争、来参でもなければ、単純な戦争の否定でもないですね。日、その兵士たちがどうあったのかということをなるべくリアルに描いてるんじゃないのかなというふうに思って、まあ私はですね、非常に興味深く読んでます。私が、まあこの梅崎春夫に興味を持ち始めたのはですね、まあ江藤淳の関係なんですけれども、これ鹿児島で講演したところからですね、私は梅崎春夫にハマったわけですね。あれもう2年。 前ですかね。2年前の公演でやった時からハマって。で、凝り賞だもんですからね。先週も全部買いましたしね。原稿まで買っちゃったんですよね。あの、彼があ書いたね。あの、実際の小説で使った原稿ですね。昔の方だから手,手でね、ペンで書いてる。 それも、え、帰っちゃいましたね。なんか、あの、あこれはこういうふうに書いてるんだとかね。なんかマニアックな喜び方をしてますけれども。まあ、そういう意味ではですね、私はこれは面白いというふうに思いますので、ぜひね、あの、大人の方はですね、もう本屋行けない地域の方はですね、アマゾンでも買えますから、ぜひお読みいただきたいなというふうに思います。え、ただそれで暗くなったからって私のことを怒らないでくださいね。そういう作品なんですからね。でも、意外と私はね、暗いものが好きなんですよ。なんかね、 歌とかも暗い歌が好きなんですね。えー、文学も暗いものが好きなんですよで。ゲラ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 笑えるような文学ってのは、そんなの文学じゃないだろうというふうに私は思うんですね。だから喜劇より悲劇の方が好きなんですね。まあこのあたり、もう皆さんとどういう感覚になるかわかりませんけれども、まあぜひね、あの、お読みいただけたらというふうに思います。 今後もですねこの番組を続けてまいりたいと思いますのでチャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げますまたですねこの番組を続けていくに際してご支援賜られる方は下記の振り込み講座よりご支援のほどよろしくお願い申し上げます